うちゃどうした菅野ということで、G のエース菅野投手どうしたっていう、日本のエースね。本当に新聞見て先発ピッチャーが出てるじゃん、はい、あ菅野って、あ今日は巨人が勝ったなっていうのが、はい、全国の人は大体思うんじゃないかと。そうですね。あもうで対戦相手のファンは、はい、いやなんとか今日こそ菅野っていうような、はい、まあ、テンションぐらいの差があると思うんだよ、はい、でも今年の菅野はさやっぱ疲れてるな。また疲れるからな。あやっぱずっとエースで君臨してきて、はい、沢村賞も取り、はい、もうフル回転で投げてたじゃないですか、うん、今年はねまたその原監督っていうのがおじさんに当たるわけでしょ、うん、やらなきゃいけないという責任感もあり、なんか疲れてんな。あで立ち上がりパパーンとやられるケースが多すぎるわ。そうっすね。それはまあ先発ピッチャーで立ち上がりっていうのはすごく難しいんだけどさ、菅野ぐらいになってくると、うん、って思うじゃない。やっぱ違うんだな、やっぱ疲れって、うん、それも疲れから来てるのかも。いや俺は疲れされ尽くしてる。この前ね神宮で菅野と話をしたの。おヤクルト巨人の時にね、はい、もっとまっすぐで押したらってポロッと言ったんだよ。いやまっすぐでなかなか押せないですって、押したいとは思うんですけどって、やっぱそれだけのやっぱ自分の調子が上がってこないっていうのは自分では多分分かってんじゃないの。なるほど。だからまっすぐ走らないから変化球に頼る、はい、でも変化球を打たれるとまっすぐ行くしかない、うん、そうなったら捕まるっていうさ、もう悪循環だよ。そうですね、うん、だからこれ流れをどっかで変えなきゃいけないけど、うん、俺が菅野が昨日投げてて見たのがね、うん、ベンチに初回帰ってきた時に宮本浩二が話しかけたんだよ。そしたら答えないで中に入ってったんだよね。それを宮本浩二が追っかけるというシーンがあった。それはまああれだけの屈辱を初回に浴びて、それ話す気にもなれないのは分かってる。でも裏では多分喋ってると思うんだよ。でもなんかすごくイライラしてる菅野がいるな。やっぱ心技体っていうじゃない、心と体が乱れてるな。心技体揃ってない。いつもなんか菅野は心技体揃ってる感じがするんだよね。ジャイアンツが追い上げてた時にツーアウト、はい、ランナーサードから内野安打は結局セーフになったんだけど、はい、4点目のもうリクエストがあってさ、はい、アウトかセーフかっていう時に全力疾走もしてるわけよ、はい、だから闘争心はあるんだよ、はい、なんとかしなきゃいけないという。でも体と心がなかなかこうついてきてないというかさ、はい、まあ心はついてきてんのか、はい、でも体がついてこないっていう。あなんかね見ててもどかしい。うん、これはもう何か本当思い切って休ませるとか、それでもずっと投げさせていってっていう。エースだからな。まあ、ね、そうですね、うん、ただ本当に疲れててあんまり登板肩になってくると故障につながるから、はい、余裕が出てくると1回ぐらい飛ばしてもいいと思うんだけどね。それかもうキャッチャーを思い切って変えてみるとか。ああキャッチャー気分転換。なるほど、うん、難しいですね。この現状をやっぱ打破しないと。小林、はい、まあ菅野小林っていうのは鉄板のコンビだった、はい、でもまあこれだけ悪かったら違うものを引き出さなきゃいけない、うん、そうなったら小林って去年までここで勝ててたんだけどって思うんだと思うんだよ。でも例えば住谷を使えば、はい、去年の菅野が知らないわけじゃん。そうですね。データをもらってるとしても、はい、でも菅野だったらここ行けるべみたいな。もうその方がなんか敵が嫌かもわからないよな。菅野のパターンっていうのもまあある程度分かってるし、だからそういう意味ではキャッチャーを変えるのも一つの気分転換になるかもわからない。なるほど。でも日本のエースだから頑張ってほしいと思うけどね。そうっすね。